アストロズ先発のジェイ・コドリッチ、フレッチャーに対してわずか5球を投げただけで何かアクシデントがあったようです。でサウスポーのこちらエマニュエルがマウンドに上がってるんですが、これ今日がメジャーデビューですよね。そうなんです。さあ大谷翔平バッターボックスに入ってピッチャーエマニュエルはメジャーデビューです。第1球92マイルの速球でした。外のスライダーです。2ボール1ストライク。引っ張りましたがファーストゴロ、グリエルが自らベースを踏んでいます。2アウト。さあ今シーズンですけれども、この大谷翔平やはり長打が多いですよね。はい、長打率が6割3分2厘ですよね。はい、センターへ大きな打球です。伸びていく、入りました。大谷にホームランが出ました。今シーズンの第6号です。いやそしてこれまた非常に速い、もしかしたらこの前を上回るかもしれない非常に速いダイヤモンドの一周でした。大谷第6号。今のまずバッティングからですが、いや大谷らしいセンターへのバッティングでしたけどね。はい、まあ、本人は入ると思わず全力疾走でしたね。そうですね、あの第5号の時に、はい、あのダイヤモンド1周が今年のメジャーリーグのホームランの中で一番速かったということで話題になりましたけれども、はい、どうでしょう、今の1周相当速かったですよ。18秒だそうです。なるほど、前回17秒いくつでしたよね。17秒3でした。ですよね、はい、ですから 0.7 秒遅れですね。遅れましたね。あ、出てますよ。17秒35というのが水曜日、はい、で今日が18秒65ですか。痛烈、よく取った。これは一塁アウト。これらの素晴らしいプレーが出ました。いや今の打球も速かったですよ。ですね、大谷のバッティングがあったからこそ生まれたこれらのファインプレーですが、いやすごい。ここは打球がレフトに飛ぶか注目ですね。はい、やはり今画面に出ましたけれども、大谷翔平メジャーリーグで初めて外野の守備についています。レフトの左長打コース、大谷の守備です。いや現地のカメラも大谷の守備をこうやって追いかけるわけですから、はい、大谷の注目度の高さ、まあ、でも軽く守ってましたね。はい、アウトが取れません。あ、でこれ先ほど大谷ですけども、何かが落ちてきたのでそれを投げて返しているという、はい、あ、サングラスです か、 ノーアウトランナー一塁、バッターは大谷。レフト大谷の登場ですね。はい、2013年14年日本ハム時代、はい、計62試合外も持ってますよね。あ、7年ぶりだ。デビューの年2013年に54試合。はい、痛烈ですが、おーっとどうしたか、グリエル、グリエルの送球エラーがつくでしょう。何か今握りがおそらくわしづかみチェンジアップの握りですよね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。